山外の狂人は狂せることを知らず、生の亡者は亡なることを悟らず、生まれ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 て生の初めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに暮らし、方々大師空海秘蔵法薬より。さて、今なお語り継がれ日本の歴史を築いてこられた、本日御期日をお迎えになられる偉大なる先人たちの英知に学び、その時代を懸命に生き抜かれた魂の鼓動を享受させていただきましょう。さて、義理の伝承によれば、第三代安寧天皇色津彦玉手身の滑ら御事は、水勢天皇の第一王子母は伊豆津頼姫の御事、水勢天皇25年立体し、同33年父の崩御を受けて即位、翌2年大和の国片潮の浮穴郡に遷都、3年沼底中津姫の御事を皇后とし、在位38年、いわゆる結氏八代の一人で諸説見解あり、安寧天皇38年12月の6日ご崩御なされました。重ねては、平安時代は後期の皇族家父法発親王は白川天皇の第四王子母は藤原の源氏、実兄の仁和寺学業発親王に幼少より師事し、14歳にて出家、天仁2年観音院で願状を受け、一心阿闍梨となる。天下3年1112年親王に宣下、第四世仁和寺門跡に就任、荒野御室と称された広沢流小野流の秘伝を共に創造した法流仁和寺五流の祖であり、大阿闍梨として象徴安穏天下太平を主法した。1153年仁平3年12月の6日、去年63歳にて皇居なされました。重ねては、鎌倉時代の臨済宗の前僧、以降同年前寺は信濃の国の出身、男系同流に師事してその法を継承した四皇帝の一人、弘安4年1281年無学祖元の下で建長寺の主祖となる円覚寺建長寺の住持を務めた。1302年昭安3年12月の6日、去年83歳にてご自宅をなされました。後に大光禅師の死亡が送られた。重ねては、戦国時代の武将宋義盛殿は宋清盛の長男、署名は森信、通称は彦七、対馬の守護小児正助の戦死後大内氏に属した。平成1年朝鮮で巨流日本人が反乱を起こした。三歩の乱に出兵して大敗し、朝鮮と国交断絶、9年人心約定を結び通行を回復したが、権益は権限された。1521年永正17年12月の6日、去年45歳にてご入滅なされました。重ねては、江戸時代は初期の大名徳川忠長殿は徳川秀忠の三男、母はお栄誉の方宗元人、御名は国松、通称は駿河大納言、父母の寵愛を一身に集め、兄家光を差し置いて生死に着せられたが実現しなかった。旦那2年1616年会に報じられ、寛永2年25年さらに駿河遠江を加増されて55万石を領した。翌年12大納言に叙任、後8年度重なる乱行と兄家光との確執から
報酬に蟄居を命じられ、翌年には上州高崎へ幽閉され、同十年高崎の大神事にて切腹を命じられた。1633年寛永10年12月の6日去年28歳にてご入滅なされました。重ねては、江戸時代は前期の水戸藩主徳川光圀公は頼房の三男、母は谷氏、幼名は千代松、あざ名は支流忌み縄義子、倍離統合した。寛文元年1661年初代頼房より家督を相続、以後民政を重視し、官能策の実践や私風の高揚を図り、社事を統制、また学問を奨励、民の諸春水を招いて支持した。特に大義名分にこだわり、小石原に商工館を設立、大日本史の編纂に尽力。修士事業は没後も続けられ、後に水戸学の源流を成した中納言であったため、その唐名により水戸黄門の名で親しまれた。1701年元禄13年12月の6日去年73歳にてご入滅なされました。重ねては、江戸時代は後期の形成家、庄司後期殿は肥前有田の商人、通称は庄司、石系南劇とも号した。早くから独学で形成の学を収め、浅香権斎、佐藤一斎らと交わった。伝統的な農本主義が必ずしも払拭されてはいないが、成人私職の道で市民分業論を展開して、自由な商工業の発展を自然の理法の発言とし、国力の増益に資するものとしてその意義づけを行っている。著作には経済問答を広く、武家取得、家職養道などを表した。1858年安政4年12月の6日去年66歳にてご入滅なされました。重ねては、江戸末期の時代、島津久光殿は薩摩藩主島津成興の実子、父の没後異母家成明とのお家騒動に敗れたが、成明没後異名によって実子忠義が藩主となった後は、国府として実権を握った。尊攘派を弾圧する一方、学制改革を実行、方部合体派の支柱であった。明治7年新政府発足後、政官論での分裂を抑えるため一時左大臣となったが、間もなく辞任帰国し引退した。1887年明治20年12月の6日去年71歳にてご入滅なされました。されては、明治大正期の大アジア民族主義者宮崎東天殿は、名は虎蔵熊本県の出身、兄の八郎民蔵弥蔵らは民権運動の志士、徳富祖法の大江義塾に学び、犬飼剛の知遇を得て中国革命運動事情を調査。1897年来日中の孫文を知り、大山光らと積極的に中国革命に協力した。1905年高校と孫文を引き合わせて中国同盟会を結成に尽力。辛亥革命の後、中国で革命派を支援。著書には33年の夢を表した。1922年大正11年12月の6日去年53歳にてご入滅なされました。重ねては、明治時代の自由民権運動家飯塚修殿は出雲の国の出身、あざ名は周平聖子と号した。江戸で福沢諭吉に学び、明治3年フランスに留学、ドイツ人と結婚し13年に帰国、
留学中日本人で唯一カール・マルクスに直接対面し学ぶ機会が与えられた14年東洋自由新聞の発刊に加わり、自由民権を主張し次第に国粋主義へと傾倒した。1929年昭和4年12月の6日享年85歳にてご入滅なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての先事尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱、南無先事尊領。今日という日はもう二度とは戻ってきません。今日があなたの最後の日だと思い、今日があなたの最初の日だと思い、後悔のない一日をお過ごしくださいませ。